奥の奥側の、よし食った、よし、うーわっ、よっしゃ、めっちゃ綺麗なの釣れた。おはようございます、今日は栃木県奥日光の湯川へ来てます。湯川は湯の湖から流れ出して千条ヶ原を通って中禅寺湖に流れ込む小さな川なんですけど、まあ、ここはマス釣りの聖地としても知られていて、日本で初めてですねブルックトラウト、川マスが放流された川になります。で、入景点は大きく分けて下流、中流、上流ってあるんですけど、まずは上流域のこの湯滝のそばから釣っていきたいと思います。ルアーはまずこういった渓流のこういうシンキングミノー、これ D インサイトで、あとは D コン、あとシンキングミノーだけじゃなくてこういったフローティングの小さいミノーなんかも、これはダイビングビートル、まずはミノーを基本で考えて、でそこからですねボトムについている魚なんかをリアクションで口を使わせるためにこういうボトムノックスイマーとか、あとはシャインライド、これは缶釣り用のルアーなんですけど、まあ、カラーがすごいこういった秋の渓流によく効くので、あとはその状況に応じてですねこういった細身のミノーに変えてみたりとか、これはねトラウトラボっていうところのハンドメイドで、逆にすごい薄型のちょっと質量の低いルアーに変えてみたりとか、この辺をローテーションしながら釣っていきます。あと、まあ、状況に応じてですねこういうスプーンなんかでボトムを探ったりとか、まあ、軽いスプーンで緩い流れのところを探ったりもします。もし昆虫をすごい食べてるっていう時がはっきり分かる時なんかはこういうスピナーもよく釣れます。はい、まずはシンキングミノーの D インサイト44から投げていきます。ここが湯川の一番最上流というか、ここまで登ってきてこれ以上上には行けないので、まあ、必ず魚がねついてる場所なんですが、ミノー反応ないな。ミノーでちょっと反応がなかったので、ボトムノックスイマーっていう滝壺みたいなところなんで、まあ、何匹もボトムに固まっている魚が多い場合、意外とミノーに反応しないとき、まあ、1匹が反応したら何匹も反応するんですけど、まあ、そうじゃないときはもう直接ボトムに届くルアーでリアクション気味に狙っています。倒木の奥側の、よし食った逆側だ、よっ、おーめちゃくちゃオレンジ、よいしょ、すごいピンク紫が強いブルックトラウト、ボディがすごいこういう薄いタイプのシンキングミノー、これアンフォールド K43S っていうミノーでやってみたいと思います。落ち着け俺、食った、おーいい魚、ブルックにしては引くな、よいしょ、1投目から食べてきたね。
やったー、超綺麗。やっぱりああいうなんか背になってるけど少しでも水深があるようなところについてるんだな。ちょっとこういうまた流れが大きな流れに変わるところからやっていきます。で、今日使ってるタックルは今テストしてる、まあ、5フィートぐらいの UL から、まあ、L ぐらいの、まあ、源流から渓流で使うような、まあ、こういう結構しなやかなタイプの短いロッド。でも本当に湯川は川の規模もそんなに大きくないので、まあ、普段源流とか渓流でやってる竿をそのまま使ってもらっていいと思います。で、ラインは今日使ってるのはダブルクロス PE の06のオレンジにリーダーがトラウトショックリーダーの4ポンドのフロロ使ってます。で、僕は基本的に4ポンドでやりきってしまうことが多いんですけど、倒木がすごい多かったりとか、やっぱり障害物が多い川ではあるので、不安な人は6ポンドとかでも全然大丈夫です。流れのあるところの魚に比べてストラクチャーの近くで食べる魚、口を使う魚っていうのは糸の太さがそこまでシビアじゃないことも多いので、気になる人は、少し太くしてもいいと思います。で、なんでリーダー用にフロロを使うかなんですけど、まあ、床は見て分かる通りこういう倒木とか結構複雑な沈んでる枝とか岩が多い川なので、ねずれに強いフロロを使いたいっていうのが一つと、あとはこの糸の比重の高さっていうのがあって、まあ、よりスムーズにこういうボトム系のルアーとかがボトムだったりとか流したいレンジに入っていくっていうのがもう一個です。クタ。で、結局今のも糸にある程度比重があってボトムべったりをこう舐めるようにしてルアーがこう横に動いてる、持ち上げずに横にこう飛んでるっていうのが結構こういうイワナンとかブルックにはすごい有効で、このね青いパーマークの上にあるこの赤い点、赤い点も実は青い縁で囲われてるんだよね。超綺麗で、フロロがその比重が高いっていうのも一個その湯川で選ぶ理由の一つっていう話がさっきしたんですけど、その比重の話で言うとですね、今使ってるこのダブルクロス PE っていうのも比重の高い、PE になっていて、まあフロロと組み合わせることでよりそのボトムだったりとかミドルレンジでもその流したいところにまず素直にルアーが入っていくっていうのがかなりこう使いやすいので、特にこういう小規模河川ってもう魚に対してルアーが着水した瞬間からもうその始まるまでのスピードが短いというか、あんまりのんびりしてられない状況があるので、この糸の比重一つで結構その一気にその魚がいるであろうレンジにルアーが入っていってすぐさまアピールに移れるっていうところにすごい大きなメリットがあります。僕はこのダブルクロス PE を使う前は、マックスパワー PE の S スペックっていう普段中禅寺湖とかで使ってる PE の06なんかも使ってたんですけど、ダブルクロス PE の方がやっぱり S スペックに比べるとすごい張りがあって比重も若干こう高いっていうところから、こういう流れがある特に小規模河川でのルアーのコントロールとかっていうのはだいぶやりやすくて、あとはこうやってアクションしやすいとかっていうのもそうなんですけど、渓流釣りって例えばいろんなキャストがあって、まあ毎回素直にこうフルキャストしてきれいにベールを畳めることもあれば、多分とっさに魚がいたっていうところに対してこういうふうにこうピッチングをしたりとか、
もしくはなんか細かい倒木の下なんかを狙うときにこうアンダーでキャストをしたりっていうときに、どうしてもその何でしょう、糸付けを取りきれなかったりとか、イレギュラーな状態から釣りが始まるっていうことが多くて、でかつこういうボトムなんかの釣りって、こういう上下のアクションって糸付けがやっぱり持ち上げる瞬間に生まれるので、なんかそうするとあまりにこうしなやかな PE だとライントラブルが起きたりとか、まあそういったこともあるので、最近はもう軽流はもうダブルクロス PE だけでやってますね。でこの小滝から下も釣り下る感じで、もう少しあの釣りしていけるエリアはあるんですけど、まあ今日この後あの一番下のあの下流域もあの釣っていきたいので、一回ここであの折り返して上流に戻って大きく移動したいと思います。今この一番下、このマップでいう一番下のこの駐車場に来ました。でこのすぐ下がね、竜頭の滝っていうのがあるんですけど、この駐車場に停めて温泉パイプっていう橋まで歩いて行って、そこから釣りをします。で結構ミノを投げて反応してくる魚はすぐしてくるんで、 2,3 回投げてもう下から浮いてくる魚がいなかったら、もしここから丁寧にやるんだったらもうすぐスプーンとかボトムノックスイマーに変えちゃって投げ直すっていうのが一番いいです。丁寧な方法としてはある程度打ってるところまずミノーで打っちゃって、まあ反応がなかったら今度はそういう深みになってるところを打っていくためのタックルに変えます。何度も いやあれちょっといい魚かな。しつこいブルックがいるんで食わせたい。よし、うわーすごい綺麗、すごいコントラストがはっきりしてるな、かっこいい。オーバーハングと岩が混ざったようなところも魚は必ずいるから。すごい走るな。よし。うわー、またこれはさっきと全然違う色のが釣れたよ。かっこいい。ほら、すげえブルー。これ今結構岩盤エリアで何匹か魚かけたんで、ちょっと結び直してるんですけど、まあ、スナップへの結束は基本ユニノットでやってます。でリーダーと PE の結束は FG ノットで結んでます。よし、おお、いい魚かも、綺麗だ。よいしょ、よいしょ、かっこいい。
今のボトムノックスイマーで一回そこまで行って下の方からこうちょっとダートさせながら巻き上げてくるって感じで、もう表層付近でひったくるようにして、まあこれぞって感じのもうオレンジゴールドみたいな超綺麗な魚ですね。なんか体高も出始めててブルックらしいですね。ブルックって大きくなってくると形がこう若干ひし形になっていく魚なんで、いやこいついい魚だね。この肩でクワない、そしたら次奥の肩、もクワない、そしたら今度は沈ませる。あーいた。うわー、こんな積極的なのになんで食わないかな。よし食った。よいしょ、ちょっといいサイズ。うう、綺麗。釣れちゃいます。うーわごめんごめん、マジごめん、やっちゃったこれ。やはりキンキンなんだよな。もう一回食ってください。お願いします。いや、あいつはワンチャンスだな。そういう魚だな。上にしよう。今この温泉パイプからこの橋までの下流をやってきて、で次最後にですね、この赤沼茶屋の駐車場に移動してきました。でここは湯川の中流域のエントリーのポイントになってて、この川沿いをずっと伸びてるこの木道でできた遊歩道、ここを歩きながら釣っていくポイントになります。ちょっと表層まであのウィードというかトロロモみたいのがすごい生えちゃってて、あんまりあの深いところとか探れないので、ちょっと表層にフローティングミノを流し込みながら木の下なんかをちょっと釣ってみます。本当にルアーを引けるところが少ない。流し込んで、シビアだなちょっともうちょっとウィードが空いてるところ切れ目を探します。いやでも本当ただハイキングとかできて歩くだけでも本当気持ちいいと思う。歩くには最高よ。25ぐらいのすげえいいのがいる。ちょっとやってみるわ。ほら今またライズしてるよね。あれもしかしたらフローティングミノを投げて流していけばワンチャンあるかも。めっちゃ綺麗なの釣れた。まあ尺はないけど尺ぐらい価値がありますっていう謎のね。いや結構僕も何年か前まではラインにめちゃくちゃこだわるっていうタイプではなくて、例えば渓流でもあの中禅寺湖で使ってる糸をまあ使い回してみたりとか、そこまでその糸で釣りが何かこう劇的に変わるっていう経験もあんまりそういう考えもなかったんですけど、
まあ、今となってはいろいろ試した結果、まあ、中禅寺湖では S スペックっていう P 使ったりとか、ビッグベイトだとアブスルートトリプル A だったりとか、もうこの釣りにはこれっていう釣りがすごい明確になってて、でもそうなかったことでやっぱりそのやってる釣りに対する理解度とか解像度みたいのってやっぱ明らかに上がってて、でそれの方が釣りって楽しいし、すごいだからライン選びってすごい重要だと思ってるんですよね。ありがとうね。よまあ、実際あの竿とかルアーにすごいこだわる人って多いと思うんですけど、まあ、ラインにねそこまでこだわる人ってそんなに多くないんじゃないかなと思っていて、ただやっぱり実際ライン選び一つで自分の釣りが変わったっていうのは僕自身も体験したし、これからやる釣りとか今やってる釣りをより深く理解するっていう意味でも、その自分に合ったラインを見つけるっていうのはすごい大切なことだと思うので、もう少しライン選びにこだわっていろんな糸を使ってみてくれたらなと思います。